ああ、隊列変えるの忘れた。ああ、まずい。隊列変えるの忘れた。オッケー。オッケーオッケーオッケー。すごい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 。でも体力値が高いな。いや。どうも。やばい。いや、あ、これ組の、ちょっとフリーラン。もう一回。強いな。いいや、これで。あ、この野郎、この野郎、フリーランでちょっと、うん、アイテムでライフボタンを、であと、オッケー、ファーストエイド使っちゃったからアイテムで、ん？待って、あ、TP だけじゃないのか。オレンジ組使っちゃってくださいと。で、次は、いや忙しいなこれ。フル組でまず危なさそうなのよこいつ。お、どうも。で、アイテムをもう一回使って、アイテムがかなり消費量がバナイ、ちょっと フリーラン、あ、今ギョってる、フリーラン、あー、また死んでる。いや、もうあいつはほっとこう。癒しの力を使うのがどうでもいいんだけど、とりあえずあなたはね、オレンジ組を使ってください。戦いに集中しよう。オッケー、終わりだ。フリーラン、あぶ、あと一つ、やばい、ちょっと、で、あっ、ちょっと効かないなっつってるけどさ、痛いよ意外と。これごめんなさい、でもね、このぐらい効かないと。危ないよもう。ライフボトルを私に使って、もうつらいね。いや、もう本当にアイテム使いすぎだと俺は思うよ。おお、ナイス。エミルかっこいい。この程度で騒ぐな。その言い方がまた。EXP6。やめた。もう戦わねえ。ああ、だよな。まあしょうがないっしょ。かなりね、アイテム使ってたからね。結局飛竜はいなかったね。逃げちゃったのかな。もしかしてここの魔物たちに食べられちゃったとか。聞こえる。
え、何が？飛竜の飛ぶ音。何も聞こえないけど。先ほどの魔物に食われた件のようですね。この子のお父様が。お礼に何か協力できることはないかと言っています。幼体でも陰性には天敵になりますが、どうしますか？子供なのに戦わせるのはかわいそうかもしれないけど、頼めるなら。承知してくれました。よかった、ありがとう、ヒリュウさん。それじゃあアスカードへ戻ろう。もうこんな怖いとこゴリゴリだよ。お、ということは、あれ、いないんだ。飛竜使いの子を手に入れたっていうけど、あ、まずはフル装備というかこれで変わって、アイテム使いすぎって怒られたけど、どうするかな。こっちでいいよ。で、これでいっか。飛竜の子供ってかわいい。目なんかクリクリしてるよ。ワンちゃんも子供の頃は今よりもっと可愛かったんじゃないかな。ワンちゃんではありません。それはさておき、こう見えても幼い頃は近所の魔物たちから食べちゃいたいくらい可愛いとよく言われたものです。あ、やっぱり。ねえ、センチュリオンに子供の頃なんてあるの？だいたい近所の魔物って変じゃない？すみません、飛竜のこの人気に嫉妬してしまいました。まあしょうがない、しょうがない。ん、なんだ次は。もう、おー、びっくりした。特にこれといってなかったけど、フォルダー返す。エミル、一つ聞いてもいい？どうしたの？改まって。正直に言って、私とコレット、どっちが好き？何言って。答えて。僕、テネブラへ。どうしよう。なんと、エミルは私が好きだったのですか。これは困りました。テネブラーのバカ、あんた中に負けないだから。はあ、もうグダグダだよ。振り回されたよね、かなり。来るの？いや、ここにもいるんだよね。来る、来る。あ、ここにいればいいね。ここにいれば通れるかな。 OK。 あとはここを、ここ魔物集めにも適してるな。アスカード移動。皆さん、石舞台に行く前に私から提案があるのですが。何かな、ワンちゃん。センチュリオンです。センチュリオンテネブラへ。あ、そうだった、ごめんね、テネブちゃん。インセインに真正面からぶつかっても、飛竜の容体では的確なダメージを与えるのは難しいでしょう。じゃあどうするの？おとりでインセインを引きつけておく間に背後から妖体をぶつけます。おとりってそんなの誰がやるの？僕は嫌。私がやるよ。うん、うん、これって
どんくさいから私がやる。どんくさくなんてないもん。私すごく丈夫だし。私がやる。私がやる。もういいよ。僕がやるよ。女の子がおとりになって僕が隠れるなんておかしいじゃない。やめた方がいいのでは。僕だって嫌だけど仕方ないじゃん。エミル、私のためにありがとう。エミルはやっぱり私の王子様だね。エミルならできるよ。大丈夫、自信を持って。なんで僕の時は二人ともおとなしく引き下がるのさ。ではエミル、石舞台に上がってギリギリまで陰線を引きつけてください。ここぞというタイミングで合図をお願いします。じゃあ準備ができたら石舞台に行こうね。アスカの町ね。全然今そういう場合じゃないの。この人は最初から最後までそれなのか。とりあえずフル装備で行きたいから、まず、あ、とりあえずまずは寝ることが先決。こっちか、あれこっちか。で今何分だ。あー1時間だな、だいたい。さあ寝よう。それにしてもね、インプの超巨大版がいたとは思わなかったよ。本当にでかすぎだろあれ。気持ち悪いねあれも。あ、とりあえずアップルグミ、アップルグミーと。このリティック、あーオレンジ組が買えない。ちょっとなんか売ろうか。なにこれ、モンスターの経験値を。おー5000。あ、じゃあこれを、待って、ちょっとこのアイテムずるいかもしれないけど使わせていただくよ。これをさ、どうしようかな。5000でしょ。どうするかな、どっちがいいかな、迷うな。でも個人的にね、今炎が2つ揃ってんだよな。アムリタ、あーだったらデメテルの方がいいかな。さらにレベルでもね、こいつ低いんだよな今。でそうするとフォルネウスが出る番がない。あー、しかない、デメテルに使うかな。ねえ、これは何の起動状態だい一体。ああ使ったってこと。なんだこのモンスターマークは。あ、これってまさかポケモン的な進化ができますよって意味か。だとしたらありがたいんだけど、なんだろうな。料理、おにぎりしかないよ、おにぎりしかないよ、おにぎりしかないよ。これは何のマークだろう。肉オンリーってないの。よし、まあいいや。とりあえず売るものを売ってしまう。とりあえずあのライフボトルは本当に必要だから。
売る。種別変更、そこの2つをまず売る。売る。売ると、違う、売らない、売らないね。シールチャーム、うん、シールチャームはちょっと売りたくはないな。これなんだろう、合成かなんかできんのかな。でまずこの使わないものをね、いくつ取っていきましょう。あー、まあマシになってきたな。買おうか。じゃあまずライフボトルを1本買って、カップルグミは1個か。少ねー、ガルドが少ねー。もうちょいなんか経費を削らないと。待って待って待って、じゃあもうちょっと装備を整えるか。装備品シールチャームって何？俺買ったっけ、シールチャームって。とりあえずタリスマンちょっと外しとくか。基本的な防御力をちょっと上げとくかな。すごいよな、いなくなる直前にこれ全部、全部じゃないけどさ、いくつか立ってきたいよね。よし、まあこれとりあえずあとセーブしてっか。で今回はあいつを倒して終わりにしましょう。1時間以上撮ってるんでね、パソコンの方もそろそろ高性能とはいえ若干カクつきが見えるのではないかと。じゃあちょっと一旦区切ります。